キャスト。はい、皆さんこんばんは。クリームのつけキボットキャストです。はい、ザ・グッドアースト、キャプテンです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、先週ね、無事キャプテンが帰ってまいりまして、先週の放送はね、はいはい、コロナサバイブ回だったんですけどね。そうですね、ちょっとね、イレギュラー回というか、ちょっと普段と違う回というかね。そうそうそう、普段と違う回でしたね。はい、はい、だからまあ今週はね、いつも通りやっていこうかなと思ってます。うん、よろしくお願いします、はい。お願いします。はい、そんなわけでね、今週もやっていこうかなって感じなんですけど、なんだっけ、キャプテンあれでしょ、はい、携帯変えたんでしょ。そうなんですよ。5年ぶりぐらいというか、iPhone7 から、今 iPhone 最新の13に変えて、はいはいはい、感じなんですけど、あれだね、もうオリンピックを超えた年月だもん。まあそうですね、あの結構ね、ちょうどオリンピックなんですよ、多分東京オリンピック、ちょうど4年ぐらい、ちょうどそう、前回のリオオリンピックの時からちょうど5年なんですけど、うん、あれだね、だから1年伸びたからちょうど5年ってことね。そうそんな感じなんですけど、なるほど、結構だいぶ5年経つとわりかし使いやすくはな、なんかだいぶいろんな面が進化してて、ああ、まあだからね、あのなんだっけ、あのレビューとか見てるとカメラしか良くなってねえじゃんって言われるけど、さすがに5年前のモデル使ってたら全てが良くなってる感じ、全てが良くなってますっていう感じ。なんかね、結局なんかスペック差みたいなのね、スマホで言われても、今スマホ自体が高くなってるじゃん、正直日本からすると値段はやっぱね、どうしても高くなってます ね、普通にあれだもんな、楽器買えちゃうもんな。いや、もう全然買えますよ、多分ね、だ iPhone のないけ、プロマックスとかで500ギガとかにすると普通に20万超えるもん。20万近くにいってます ね。そう考えるとな、やっぱ日本が貧乏になってるのか、向こうの値段が上がってるのか分かんなくなる。そうなんですか ね。まあでもなんかスマホ全体的に高くなってきて、今あれだもんね、みんな中古とか使う人もいるもんね、結構ね、SIM カードだけ。あ、そうですね、なんか中古で1個前とか結構多いですよね。結局ね、別にその常に最新である必要はなくなってきちゃってる感じもそろそろあるしね、スマホも。そうなんですよね、だからここ最近 iPhone とかだと、まあ、やっぱカメラしか進化してないんじゃないかみたいな。まあでもね、なんだっけ、それこそ元々使ってガラケーとかあるじゃん、携帯の、はいはい、あそこら辺もやっぱ最後の方はね、やっぱカメラ戦争だったから、あー、何万画素とか言ってましたね。ね、そういうのとかだし、あ、まあでもね、iPhone の CM とかを見てるとね、お前らはどんだけ俺たちに映画を撮らせたいんだと思う。そうですね。こんな映画撮れます。もう2個ぐらいずっと映画のような映像がつって、映画が撮れる iPhone12 みたいな、iPhone13 みたいですね。お前らどんだけ俺らを映画監督にしたいんだと思う。ハリウッドの映像ポケットにみたいなのがなんか。そうそうそう。なんか その、それ推しだもん。まあやっぱ映画、でも、まあ実際でもね、映画そんな簡単に撮れるわけじゃないじゃないですか。まあでもなんかそれこそ技術論になってくると思うんだけどね。なんだっけ、ソダーバーグとかは確か iPhone7 ぐらいの時に確か映画を iPhone だけで作ったりはしてたから、うん、ああ、そうですね。そういう人たちもいるから、別にその元々映画を作るノウハウがある人が作ればちゃんと映画っぽくなるのかなって気がするけどね、うん、いわゆる画角と編集だから多分そこら辺は、まあ、そうですね。だからそういう話になってくると iPhone があれば誰も簡単にってわけにはいかないです。まあだからそれがだからでしょ、誰でも簡単にっていうのが多分売りなんでしょ、多分 Mac 的には、多分 Mac っていうか Apple 的には多分。なんかあれだもんね、なんか前回のやつを確かデビッド・リーチっていうあのジョン・ウィックとか撮ってる人が確か CM 作ってて、なんか雪合戦の映像をそのシネマティックにみたいなで使ったけど、確かに映画に見えたもん、ね、やっぱそこ、ま、撮る人が撮ればやっぱりまあ、だから結局やっぱ、画角なんだと思うけどね、そこもね。画角か、はあ、画角とかあとセンスとかさ、まあ、多分あれだよ、いわゆる圧倒的なさ、すごい山とかさ映ってるようなさ、すげえ遠い景色とかをさ、はい、こう雄大にゆっくりスローでとかになったら多分 iPhone じゃ無理だけど、逆に言うとそれこそデビッド・リーチみたいなさ、ジョン・ウィックとかでやってるようなそのすごい細かいアクション、すごい早回しのこう編集をカチャカチャ変えるようなアクションだったら逆に使えるかなって感じがする、要はそのカーチェイスの映像とかで結構最近 GoPro の映像とか使ってるやつ、それこそマイケル・ベイとか多いけど、結構やっぱり GoPro だなって一瞬思ったりもするけど、そこを分かんないね、編集するのも技術だから。要はね、カラーグレーディングつってカメラの色味を揃えたりするのも結局そういう役割があるから。あ、そうか、今 GoPro に切り替わったなって分かんないように、てかなんかカメラ変わったなって思うとさ、映画の中で視点変わった感じになっちゃうから。もう私も確かに、そうそうそう、映画の色味の統一とかは逆に言うと後からやるから全部ね。
だからその写真とかでもロー撮影つってそのカラーグレーディングしやすいようなフォーマットがあるわけだから。なるほど。うん、逆にローとかで撮ると逆に言うと元々の色味よりちょっとこう薄い感じになるからなんかパッと見はなんか地味に見えるんだけど、うん、後から色重ねたりとかするにはすげえそっちの方向いてたりとかあるよねやっぱ。なかなか結構専門用語だ。まあでもその携帯変えたりとかすると単純になんか生活変わるからさ。そうですね、ちょっとね、まあ、まあちょっと早くなったかな、まあまあストレスがちょっとね減ったりとかはありますね。なんだっけな、それこそあのスイカがモバイルで入った時は結構感動したけど。うん、あ、そうですね。あら、それこそなんかあれなんですよ。iPhone7 だとなんかもうバージョンアップしないと使えないとか。うん、ああ、やっぱあるよね。そうなんですよね。Mac はあの Apple は分かりやすくその置いてくっていう形でどんどん進化する。そんな感じなんです。はい、このアプリはこの OS には対応してませんっていう。うん、で OS 上げようとするとこの iPhone はその OS に対応してませんって。すいませんみたいな。あるよな。だって逆に言うと今の M1 の MacBook あるじゃん。 M1 チップの入ってる、はいはいはい、あれも結局やっぱプラグインの問題でさ、みんな DTM とかのさ、そう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 、ダブのプラグインの問題で買えないみたいになるけど、いやいや、うん、そこはさって、そこちゃんと合わせてよみたいな思うよね、ちょっと。そうですね。結局インテル Mac にしちゃったじゃん俺とか思う。ああ、そうそうそう、値段的にはもうさ M1 Mac の方が圧倒的に今安いわけだから。まあそうですね。で、早いわけですね、一応。そうそうそう。だけど、まあ、プラグインとか、その、使ってる、その、ソフトの関係で、俺はインテルマックにしたけど。うん。だから、まだ多分、そうそうそう、まだ結構対応してないの、まだ多いんで。そうだよね。なんか、その、プラグインごとでやってると、結局、その、自分がどれ使うかにもよるけど、やっぱ、持ってるプラグイン使えなくなるって結構痛いじゃん、やっぱ。うん、そうそうそう、ありますよね。だからすごいドメジャーなのしか使ってなかったらいいけど、うん、ちょっとこうマニアックなとか、フリーのやつとかだと、フリーのやつなんか最悪、もう対応しないとかありますからね。ね、全然あるよね。てか、なんかあの、それこそなんか、あ、これもう使えなくなっちゃったっていうの結構あるもんね、フリーはね。そうそう、なんかのタイミングで OS 上げたりとかしても後悔したりするときあるの。そうなんですよ。ちょっと前のこう 32bit、64bit 問題じゃないですけど、はいはい。そんな感じで、多分 M1 も起こるんじゃないかなと。まあそれもありそうだよね。てかなんかアップルはなんかそこら辺意外と親切じゃないからな。そうなんですよね。なんかロジックって言って、ダウを作ってる割には。まあだからロジックもさ、俺今ロジックに変わったんだけど、プロツールスから、はい、あのなんだ、2年使ってて思うのがさ、あの OS 最新じゃないとアップデートできないのマジめんどくせえなと思って。まあそうですよね。だから結局アップデート来て変えようかなと思うんだけど、 OS 曲げてくださいってなるからさ、あ、じゃあいいですってなるんだよね、うん、なんか。結局なんかそのまま使ってるんだけど、その OS のへの対応はどの DAO よりも早いけど、そうそうそう、それはいい。結局でもその OS に上げたら他のやつ何も使えなくなるみたいになるから。そういうことですもんね。でまあね、 Adobe とかは結局今クラウドサービスになってるのは結局そういうことだもん。うん、ああ、そうです、ね、とにかく対応が早くなるっていう話だから。うん、そうだね。だからやっぱあれだよな。だから俺一回 Android にしてみたんだけどさ、はい、Android の方がやっぱカスタムができて使いやすいは使いやすいんだけど、うん、俺基本他が Mac だからさ、 Mac っていうか Apple 製品だから、あ、まあ正直 iPhone の方が同期とかは便利だなと思ったりするんだけど、うん、まあでもね、スペック的に考えるとね、 Android の方が半額ぐらいだからさ。いや、そうですね、値段で本当そうですよね。そう、結局やっぱ殿様商売に付き合い切れるかみたいな話だよ。でもこれなんかあれですね、データの移動とかアプリのなんかそういうやつを考えると、うん、もう結構何台か iPhone とか使っちゃうと、はいはい、もうアプリ乗り、アプリというかその Android に乗り換えるの結構億劫になっちゃいますね。そうだね。だから俺はもうなんか写真とかは全部 Amazon フォトに上げて写すの諦めたし、うん、まあ LINE とかは普通に引き継ぎ設定すればなんとかなるからきついだけど、うん、ほとんどだからなんだ、あのゼロから始めて、あのバックアップで映さないでほとんどやってる。だからそうなっちゃいますよね。だから、うん、てかもうなんかそうしないといけないぐらいのデータ量になってるし、今どんどんでかくなってるから、うん、そう今さっきだから iPhone が高くなってるって話したんですけど、次買えるときに倍ぐらいになったらちょっと嫌だなみたいな。まあね、だからその値段高いんだからもうちょっと長いこと使わせてくれようかな、正直。あり、まあ、まあありますよね、それも。確かに確かに。だってね、20万のギター買ったら結構一生もんだと思って弾くじゃん。いや、ほんとそうですよね。ほんとほんとそうですよ。そんなにパカパカ買い替えれる値段じゃないもんな。うん。そうなんですよね。
だからこう、まあ、ちょっとタバコの値上げじゃないけど、うん、まあだから次の普通の iPhone が20万いったら、アンドロイドにしようかなと僕は思ったんですけど。ああ、なるほどね。次の、まあ、3年。普通なのだと結構違うのか。そう、普通の僕のだと10万ちょっとですよ。うん、13なんで。プロマックスだとやっぱ20万。うん、あれでもね、最新の iPad もなんだっけ、64とかだったら確か3万2000ぐらい、3万9000ぐらいか。だもんね、安いの最新の iPad も。うん、うん、俺結構ガジェットも好きだからそういうの気になっちゃうんだけど、始めるとキリがねえから本当に最近諦めるようにしてるんだけど。まあ、なかなかね、お金ないとこう試して遊べないですしね。てか失敗した時の代償もでかくなってくるから、ね、でかいですよね。だから本当にあの iPhone に至って本当にライトニングをやめてほしいよね。ああ、そうそうそう。普通に USB にしてくれよと思っちゃう。うん。だってあれじゃん、iPhone、iPad mini はもう USB-C になったじゃん、今回。そう、でもよくわかんないのが、なんかこう、一応あのスマホ買うとついてくるじゃないですか、充電ケーブルが。ああ、はい、はい。あれなんかライト、片方ライトニングで、片方あの USB Type-C なんですよ。ああ、だからあれでしょ、多分それは多分急速充電に対応してるからでしょ。そうそうそう、だからまあ、どうせなら両方ね、対応。てか、もうライトニングのためだけのケーブルになってるもんね、本当ね。そうですよね。ライトニングすぐ使えなくなっかな、うん、折れてな。そうそうですよね、確かに確かに。そうだから USB-C に Android にしてからなったら結構便利でさ、うん、この今 Mac も今この使ってる MacBook Pro も C だし、うん、なんかもう C のものの方が多くてさ、周りに。そうそうですよね、明らかに。いや、なんかヨーロッパの方でもなんか C に統一するみたいなのありますか。だから本当になんかわざわざライトニングをこうコネクタで買ってくる感じになるから結構面倒くせえなって思う。そう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 、それはすごい思うんですよ。あとやっぱイヤホンジャックを復活させてほしいな、やっぱり。ああ、そこね、まあ、Bluetooth で。そうそうそう。メインとはいえ。なんかやっぱ Bluetooth で聞くのに慣れちゃってるのもあるんだけど、うん、なんかたまに有線で聞くと、やっぱ違うなって思う。うん、ああ。なんかそこはそうですね。まあ、あと、まあ、まあヘッドホンとかでね、たまに聞きたいときとか困りますか、うん。そうそうそう。やっぱその、なんだろうな、イヤホンを切り替えたいときあるじゃん。ああ、そうそうそう、そういうのもあるから、そういうのを考えるとやっぱりあれだよね、あのジャックはつけといてほしいで、なんかジャックの変換もライトニングで刺さなきゃいけないじゃん、うん、今のやつ。あ、なんかちっちゃいやつですね、あの。そうそうそう、だから充電しながらとかはできないからさ。あ、確かに確かに。いや、そういうのもね、なんかそのなんだ、 Mac 特有の不便さみたいなのがなんかずっとある感じだね、やっぱね。なんかそうですね、なんかこうちょっと改善の余地を残しておくじゃないけど、なんか全部快適にはしてくれないんだなって毎回思う。そう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 。はいはい、そんな感じで、じゃあ今週早速ニュースコーナーに行きましょうか。行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします、はい。レディオヘッド、東京大阪の映画館でライブ上映イベントの開催が決定。はい。レディオヘッドはキット A とアムニージアックの再販版であるキット A ムニージアのリリースを記念して東京大阪の映画館でライブ上映イベントが開催されることが決定しています。はいはい。イベントはキット A ムニージアの発売の前日の11月4日にヒューマントラストシネマ渋谷、大阪はシネリーブル梅田の映画館の 2館で開催されそうですと。ちなみにキット A ムニージアは、3枚組の CD、LP、あとはカセットテープ、数量限定のネットバイナルなど複数の携帯でリリースされるとのことですと。はいはいはい。まあね、今もう、まあなんだろうね、前話したブラックアルバムとかと同じで、うん、こう20周年的なものでいろいろ出始めてる感じなんだけど。はいはい。うん、まあね、キット A とアムジニアクといえば、もうある意味、そのレディヘの変換点というかね。ちょっと、ちょっと電子っぽくなってきたというか。うん、か逆に言うと、これがまあギリギリ2099年とか、ああ、だから違う、2000年と1999年の境目のアルバムだから、だから、なんだろうな、今聞くと普通なんだけど、うん、多分当時聞いてたらすごってなるんだろうなっていうのは改めて思うけど。だからなんか、レディオヘッドはなんか、どのアルバムから聞き出すかでだいぶ印象が違うから、そうですね、確かに。なんか知り合いとかは逆にキット A から聴き始めちゃってあんま好きじゃなかったんだけど、普通にファーストとセカンドいいよねみたいに後からなったりするから。あ、はいはい。やっぱパブロハニーとベンズの頃は完全にギターバンドだし、
なんなら、うん、なんていうのかな、いわゆるそのグランジっぽい感じもあるから、はいはい、だからなんだろうな、それこそベンズとかは多分日本のロックバンドめちゃくちゃ影響受けてるし、ああまあそう言いますよね、うん、なんかもう曲調からギターの音から何から何まですげえ似たものが一時期あったから、うん、ちょっとグランジっぽさもねあったりと、そうだね、だからなんだろうな、それでまあ王権コンピューターになってきて、いわゆるそのな、まあ言うたら同期ものとかシンセのこう割合が増えてきて、である意味そのキッド A とアムジニアクで完全に振り切るんだけど、うん、僕らの世代というかまあ大体レディヘイっていうバンドがあるよみたいな時は、誰か OK コンピューターがなんか、まあだからあれなんだよね、ある意味紹介しやすいっていうか間のアルバムだから、うん、OK コンピューター好きだったら多分全部好きだよみたいな、ああなるほど、うん、感じにはなるかな。だから逆に言うとキッド A がすげえ好きだったら多分パブロとかあんま好きじゃないだろうし、うん、だからなんかレディフはその聴く時代によって完全に進化していくというか変わっていくから、それをどこを捉えるかみたいな話なんだろうけど、なんかその毎回その再発売の時にさ、あのなんつうの、未公開トラックというかこう没曲が1曲とか2曲とか上げられるんだけど、今上がってる If You Say The World とかそのキッド A ムジニアクに入ってるムジニアか入ってるやつもやっぱいい曲だから、そうレディヘイはね、うん、この未公開曲が大体ハズレがないっていう、ね、あ、そう、うん、なんかイメージがあるね、なんかその多分アルバムに入れると違和感なんだろうけど、はい、曲1曲でいくとめちゃくちゃいい曲じゃんって曲が多いイメージが結構ある、うん、だから結構レディヘイは俺なんだろうな、デラックス版とか出るとちょこちょこ買ったりとかするんだけど、うん、なんかこの曲アルバムに入れねえの逆にすげえなと思ったりするのが何回かある。その時は別にこう再発版とか考えてないだろうから本当にボツにした、ね、そうそう、多分本当に何だろうな、アルバムの曲順に入れるとしたらどっかなってなると確かに入れづらいかなと思ったりするんだけど、あ、アルバムでしょ、そうそうそう、多分そのアルバムの雰囲気は壊れるとかなんだろうけど、うん、だからなんか逆に言うとボツ曲の方が妙にメロディックだったりするんだよ、あ、うん、なんかそういうのはある気がする。なるほど。まあでもね、そのレディヘ自体は日本でもすげえ人気があるから、うん、それも最近あれだもんね、オアシス の, あのネブワスのライブが映画館でやってたりするけど、多分その流れもあるんだろうね、うん、なんかこうちゃんと向こうでやってるものこっちでやってくれるのは結構大事だなと思ってて、あ、そうですね、確かに確かに、うん、だからメタリカもなんか一時期あの IMAX でライブ映像みたいなやつを映画にして出してたけど、日本でもちゃんとやってくれてやっぱ見に行ったけど、やっぱこれは映画館で見てえなっていう映像だったし、うん、あ、へえー、そうなんですね、うん、そういうのもあるよね。なんだっけな、当時キバの IMAX かなんかに、ね、舞台挨拶でベビーメタルが来ててそれを見に行ったの、うん、おお、うん、そうそうそう、そういうのもあるから、まあでもなんかやっぱレディヘイの人気はやっぱ圧倒的だよね、うん、日本でも、うん、そうですね、やっぱりこうフェスとか来るとね、やっぱまあ、うん、だれば、うん、バーって言ってますね、だれば、あれかヘッドライナーとかになるのか、まあでもね、まあヘッドライナーでしか来ないっちゃ来ないから、今はもう。まあそうですね。だからフジロックとサマーソニックどっちに来るのかなみたいなことでしょ、うんうん。まあサマーソニックで一番最近来た時見に行ったけど、マジクリープを雑にやってたけど。ああ、いえ。客のテンションとは裏腹に本人たちはすげえサクってやってたけど。ああ、あんま気分じゃなかったっけね。だからやってやってる感すごかったけど、やっぱり、ね。クリープなんてほとんどやんないからさ、今。ああ、まあそうかそうか。うん、1年に2回やったら事件だから。うん、ああ、そうなんですね。うん。てか、パウロの曲ほとんどやらないからね、今ね。そっか。てか、もう演奏形態が変わりすぎちゃってさ。うん。もう普通にツインドラムいたしね、一時期。へえ。だから、そういうのもあったから、そういうのになると、やっぱり初期の曲やらなくなるよな、みたいなさ。そして、まあ、歌詞の内容的にも、初期の方がよりその、グランジーズムというかより内向的なこうちょっと中二感のある歌詞だから、本人が大人になって歌うのが嫌なのかなと思ったりするし、ああ、そうか、そういうのもあるんですね、うん、そんな感じですね。はい、じゃあ次のニュースに行きましょうか。行きましょう。ビートルズ、ジョージ・ハリスンの代わりにエリック・クラプトンを加入させる案があったことが明らかに。はいはいはい。ジョン・レノンの新たに公開されたインタビューによれば、ジョージ・ハリスンを解雇してエリック・クラプトンを加入させる考えがあったことが明らかになっていますと、はいはい、デイリー・メール紙によれば、レッド・イット・ビーのレコーディング中、1960年1月、ジョージ・ハリスンが一時脱退した際にエリック・クラプトンを加入させようとしていた録音
が発表されたということですね。なるほどね。まあこれはあれだよね、多分今やってるさ、そのレッド・イット・ビーって映画があるじゃない、もともと。あ、はいはい、ありますね。あれの今再録というか再編集で今やっ作ってるんだよね。うん、うん、あのなんだっけ、あのあれロード・オブ・ザ・リングのさ、ピーター・ジャクソンか、ピーター・ジャクソンが編集して、今昔のそのビートルズの映画を、映画というかそのドキュメンタリーみたいなその映像を作り直してて、なんかアーカイブ100時間とか言われてんだけど、そういうのを今編集し直して作ってるから、多分そういうので出てくるのかなっていう感じはするんだけどね。でもその関連の多分ニュースですかね、うん、なんかあれなんだよね、その結局その当時もそうなんだけど、やっぱメンバー同士で揉めちゃってたから、うん、レッド・イット・ビーっていう映画自体もだいぶ叩かれて、うん、あれなんだよね、まだ再発されたことないんだよね実は。てか、あのなんだ、メディアになってないんだよね、だからフィジカルになってなくて、あ、そういう DVD とかそういう、そうそうそう、映像に、あ、そうなんですか。あれも結局だから多分レーザーディスクとかにはなってるのかな、わかんないんだけど、とにかく家族が NG が出ちゃって、ジョージかな、ジョージの家族から NG が出てて、うん、それでもう出さないみたいになってるんだよ。まさにだからその時ちょっとジョージ・ハリスンいろいろ他のメンバーが言われてたりする映像もあったってことですか。てかレッド・イット・ビーはだからゴニョゴニョすると見れるんですけど、ネットで、うん、はいはい、で見た感じはね、まあまあなんだろうな、仲悪くなってる感じになってるわけやっぱり、はははてかなんかちょっとこうなんだろうな、確執多めなんだよね多分編集が。うーん、こうメンバーがうまくいってるとこっていうよりはこう演奏級に止めたりとかして、お前ちゃんと弾けよみたいなところがフィーチャーされてる作りになってて、ああ結構そういう、うん、そうそうそう、だからなんかこう最近だとメンバーはあんなに喧嘩してなかったとか本人たちもインタビューで言ったりするんだけど、いっぱい喧嘩してるような編集になっちゃって、そうそうそう、ちょっとこう気まずい空気な感じで、まあ、光と影で影の部分だけちょっとフィーチャーが多すぎて、ね、そうそうそう、まあでもポール・マッカートニーの嫌なやつ感っていうのはすごくてさなんだろうな、天才すぎて嫌なやつなんだよ、ジョージの作ってきた曲に対して、ここもっとこうした方がいいよって言って、なんかピアノ弾きながら歌ってアレンジしていくんだけど、うん、ジョージがそういうの嫌だっつってんのに全部直しちゃうみたいな、あ、いやいいんだよこのままでって言ってんのが、なんかポールが、いやこっちはねもっとピアノをこっちにした方がみたいな、でしかもね、まあいい曲になるんだそれで、あアレンジ完璧なんだポール、なんかまあ良かれと思ってて、か本人悪気ないよ。いや本人はねマジで悪気ないからね、そのジョージがイライラしてる感じがめちゃくちゃ出てる。あいやだからもう触んなっつってんだろみたいな。まあ、なかなかね自分の曲作り変えられるのね。そうで、なんかしかもこう、まあ、ポールがさいかんせん上手いからさ、このクラプトン入る入らないも結局あれなんだよね、そのホワイトアルバムの制作時にさ、うん、このまあジョージのギターが気に入らないとかもいろいろあって、はいはい、こうレコーディングに普通にクラプトンが参加してたりとかしてるわけよ。うん、なんかすげえギター上手だなと思ったらクラプトンだったみたいな、あてか普通になんだろうな、バンドとしたら最悪じゃん、いわゆるギターいるのに違うやつ呼んできて弾かす、何もその時点でなんならギターやめちゃうレベルのことじゃん、ちょっともうプライドというかね、なんかこう、そうそうそう、でなんか他の曲もさ、おいいなと思ったらさポールがギター弾いてるみたいな、あなんかすげえよね、ジョージの曲なのにポールギター弾いてるですね、どういうこっちゃねんみたいなのもあるんだけど、そうなんですね、やっぱりまあ、そう、それでなんだろう、そのレッド・イット・ビーって映画の中だと、あの I Me Mine って曲で、うん、I Me Mine I Me Mine I Me Mine って曲で、こうすぐ私がって言うよなお前って曲な、すぐ俺がって言ってくるよな、君のためにとか言ってくるよなって曲なんだけど、完全にポールへの当てつけっていうね、まあそうですね、それ聞くとそういう風になってるから、だからまあそのビートルズのそのドキュメンタリーっていうもの自体がさ非常にデリケートなもので、多分これからもある意味いくらでも作れるような素材はあるんだろうかな当時から、うん、まあでもあれだよね、そのいやでもね、レッド・イット・ビーを見てからその新しく今どこだっけな、ディズニーが多分作ってて、うん、でなんかディズニーだからさ、なんかちゃんと F ワード切ってたりとかするらしくて予告で、なんかそこでもだいぶ印象変わっちゃうんじゃないかなって気がするんだけど、で今回はわりかしじゃあその本当制作のいい部分っていうかな、まあだから多分なんかバランス取って作るんだろうけど、逆に多分遺族の全員ゴーが出ないと多分作れないから、あなんかある意味なんだろうな、そういうなんかその生々しいものにはなんねんじゃねえかなって気は若干するんだよね、まあ、さっき言ったジョージ・ハリスのちょっとゴタゴタみたいな部分はまああまり、
まあまあそれはさ、みんな事実として知ってるところ、だ普通にインタビューで喧嘩してるところとか知ってるから、うん、そこいうとこは残るんだろうけど、なんか新たになんかって感じはなんか若干しない気もするんだよね、うん、まあでもそこも含めてなんかね、音源はリマスターされて聞けるらしいから、うんうん、まあでもね、そのなんだろう、リマスター問題もさ、いろいろあってさ、今あの、うん、それこそアップルだとさ、ドルピーアトモスみたいなシステムができてさ、なんか立体音響みたいになってんじゃん、 3D なんだ、うん、ありますね、はい、あれで要はリマスターが始まってるじゃん、昔の音源の、うん、なんかあれちょっと聞かせてもらったんだけどさ、なんだっけな、ジョン・レノンのソロとかもそうなってんの確か今、あ、はいはい、なんだけどさ、なんか元の方がいいなみたいになってさ、若干、あーでもなんか、うん、だから難しいところでさ、その何でもステレオにすりゃいいってもんじゃねえぞっていうのさ、ビートルズのあのリマスターボックスでも思ったの。まあそもそもまあそのステレオに前提で録音してないですね。そうだから、いわゆるさ、ミュージシャンがこの音にしようと思って作ってないじゃん。うん、そう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 。それが結構でかい気がしてて、うん、なんかそのジョン・レノンのやつは俺あんまり良くないなと思ったんだけど、まあでもなんかね、その口座あると思ってて、俺そのビートルズのさ、リマスターシリーズのボックス持ってて、はい、俺はステレオ版を買ったんだけど、はい、ステレオになったおかげで、その立体的になったっていうか、こう分離が良くなったから、あ、まあそうです、左右で、はい、そうそうそう、あのポール・マッカートニーのベースが超うめえっていうのはすげえわかる。あー、なるほど。どうしてもこう埋もれるからさ、当時の音だと、まあ、モノラルだと、そうですね、全体の音になっちゃうから、それがこう別個で聞こえてくる感じの、おいポール・マッカートニー超うめえなみたいな、しかもこれ歌いながらやってんのがやべえなみたいな、そうですね、めちゃくちゃ動いてますもんね、そうそうそう、そういうのも含めて、だからさっき言ったそのポールすげえっていうのはよく分かったんだけど、うーん、そうだからやっぱりそのアーティストが意図して作ってない音にしちゃうのどうなのかな問題みたいな、多分これからも出てきそうで、まあ確かにそうですね、俺は別にこうしようと思って作ってねえんだけどって話になりそうじゃん、それこそ、うん、だって当時モノラルしかないわけだから、そう、本人たちが、まあ、年取ってから、そうそうそう、再録音だったら分かるんですけどね、そう、本人たちがこう自分たちでリマスターして当時のエンジニア揃えてとかだったら、まあまあギリギリ OK なんだろうけど、うん、本人がもういない状況だからね、ジョン・レノンのとこになると、そうなるとどうなんかねっていう、なんかまあ難しいよね、だからなんか今映画もさ、どんどん 4K 化してるけど、うん、はいはい、4K にして良かった映画と悪かった映画絶対あると思ってて、あ、やっぱ、まあ、確かに確かに、なんかね 4K、8K になってくるとね、なんかメイキングっぽくなるんだよね、あ、でもちょっとなんか、うん、なんかこう世界観にちょっと入り込めない感じ、なんかね、なんか、うん、なんだろう、ぬるっとしすぎてて、うん、なんか本当になんかその映画の撮影現場で撮ってる感じが分かっちゃうっていうか、あ、いわゆるそのセットの安っぽさまで込みで映っちゃうみたいな、なるほど、あ、当時はそうですね、まあ、ここは別に映んないからこのぐらいで、そう、これぐらいの解像度だから気にしなくていいやってのもあるんだろうし、そっかそっかそっか、っていうのもあってね、でもまあでも音響の方はね、映画は結構大事で、うん、なんか7人の侍とか本当に音響が悪くてさ、本当何言ってるか分かんねえよってとこは結構あるんだけど、DVD で持ってても何言ってるか分かんねえなと思ってるシーンが結構あったんだけど、うん、2年前ぐらいにそのなんだろう、リマスターされて、はい、再上映されたんだけど、やっぱ音がやっぱめちゃくちゃ良くなっててさ、うん、ああ、いや、セリフが分かるっていう、そうそう、セリフが聞き取れるっていうのはやっぱあって、うん、まああれなんだよね、その日本映画がそのセリフを抜き取りしないっていうせいもあるんだけど、うん、おお、うん、ハリウッド映画ほとんど後でアフレコしちゃうから、結構聞き取れないところは、そうなんですね、あ、なんかその、そうそうそう、ああいうガンマイクみたいなので直撮りじゃなくて、そうだから結局さ、ガンマイクあると後で CG で消さなきゃいけなくなったりするから、ああ、まあ確かに確かに。そう。で、どうしても録音しづらいところは、ハリウッドでは結構アフレコで撮っちゃうんだよね。あ、へえ。そう。結構そういう違いもあって、それこそ真の侍は本当に音響は有名なんで、聞き取りづらいっていうの。うん。なので、なんか 4K リマスターでだいぶ聞きやすくなってて、そこはちょっと感動したんだけど。だからまあ、一長一短かなと思ったりするよ、ね。セリフは分かった方がいいですもんね、確かに。そうそう。だから何言ってるか分かんないんだよ、本当。真の侍とか見ると、本当何言ってるか分かんなくてさ。俺たち何を言ってるんだろうって言ったら次のシーンになったりするから、うん、確かに物語がね、物語が分かりづらいってのはあるって言った、うん、はいはい、だからね、そのビートルズの作品に関してはね、だから多分本当は多分今年出るはずだったんだけど、まだ出てないのかな、だからって考えるとね、その多分その後情報みたいなのが多分これからいろいろまた出ると思いますよ、うん、なるほど、そうだから僕ね、クラプトンとやっぱジョージ・ハリソンは親友でしたからね、うん、だからそのあとビートルズって
まあ、8年ぐらいしか活動してないけど、そうですよね。そうそうそう、今までファンは。だから、ミュージシャンは全員ビートルズ士官で語ると、もうみんな死ななきゃいけないみたいになるから、ね。もうお前らはレッド・イット・ビーを出してなきゃいけないんだぞみたいに言われちゃうから。そうだね。そういうね、そういうビートルズの凄さっていうのはやっぱありますから。ファンはね、まだまだ話さないという。そう。はい。じゃあ、そんな感じで次のニュースいきましょう。はい。はい。エミネム、デトロイトにオープンさせたポップアップショップをサプライズで訪問。はい。エミネムは9月30日、デトロイトにオープンさせたマムズスパゲッティのポップアップショップをサプライズで訪れたと。はい。で、ポップアップショップは、8マイルのサウンドトラックに収録された Lose Yourself の歌詞にちなんでおり、エミネムはそのオープニングを記念してマムズスパゲッティの売り場窓口に短期間で訪れており、列に並んでいた最初の10人に食事を渡し、写真を一緒に撮ったそうです。はいはいはい。これはもうでもなんだろうな、もうある意味ネタニュースみたいなもんでね。うん。その渡してるエミネムの写真が多分ネットを調べると上がってるんだけど、はい、めちゃくちゃ怖えよっていう、こんな店員出てきたら俺嫌だよっていう。めちゃくちゃ、まあエミネムももともとネクラそうな顔してるんですけど。うん、はい。まあ、相変わらずいつも通りフードをかぶって接客していて、俺この人出てきたらギョってなると思うんだけど、しかも飲食店でってなるとね、まあ、ストリート感はありますけどね、やっぱりめちゃんこ怖い人出てきたじゃんと思う。その写真がなんか悪意があるぐらい怖く見えるっていう。あまあでもこれはね、もうルーズヤーセルフの有名なフレーズのまんまスパゲティですから、マムスパゲティといえば、まあ、うん、入っちゃったぜって歌詞ってあってから、それをお前店として出すのはどうなんだって。そうですね、完全にギャグとして多分出してるんだろうけど。そうそうそう。まあね、なんかそのマムスパゲティのその CM とかも上がってたりするんだけどね、すげえ安っちい CG でこうエミネムが合成されててすげえ面白いっていう。僕もさっきね、見させて、ね、そういうのとか。あとなんだっけな、値段見たら、なんだっけ、スパゲティ自体が9ドル、まあ、約1000円ぐらいか。1000円ぐらい。まず、で、あと、ミートボール付きで1200円。それはなんか、CM で言うと、パンとスパゲティを一緒にしたみたいなやつが11ドルとかで、まあ、1200、300円ぐらいなんだけど、まあ、これを高く見るか安いとこ見るかで、今の日本の貧困度が分かるっていう。そうね、それアメリカとかどうなんだろう、高いんですかね、安いんですかね。まあね、だってそれこそ最低時給が1500円とかだったらさ、まあ別に1時間働きゃ食えるかなってんだけど、今の日本の最低時給は1時間働いても食えないから。そういうことですよね、確かに確かに。でなるとちょっと高いかなと思うんだけど、なんだっけな、よくある東洋経済とかに載ってるさ、ビッグマック指数みたいなのじゃん、うん、おお、なんかビッグマックの値段によってその経済の状況が分かるみたいな。ほう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 。っていうのでもやっぱ日本は今めちゃくちゃ軒並み下がってて、今韓国にも抜かれて、なんだっけな、うん、いわゆるその先進国と呼ばれてる国の中だともうメキシコと並んでる感じになっちゃってて、今言うたら最下位なんだよね、うん、今ね。やっぱ GDP も下がっちゃってるし、うん、そういう状態なんでね。だからこういうなんかエミネムのそういうニュースを見てふと値段を見ると、ああ、やっぱアメリカってなんか経済いいのかなと思うんだけど、アメリカアメリカでね、逆に言うと時価が上がりすぎててフルタイムで働いてるのにホームレスみたいな人がいる状態だったりもするから、逆にね、いわゆるその家賃高くなりすぎてるというね。なんか年収1000万とかでもやっぱその家に住めないとかありましたもんね。まあだからその家買えないとかは全然あるんで、うん、結局そのサブプライムローンで弾けちゃってるから、一回その家を買うこと自体が、あ、だから相当信用があってしっかり持ってないと家を売らないみたいに逆になってるだろうし、あとまあさっき言ったジェントリフィケーションっていう問題で、その安い、今までニューヨークとかのいわゆるスラム街みたいなところにどんどんこう、なんだろうな、新しい人たちが入ってきて、その人たちはすごいお金持ってるせいで、どんどん家賃が上がってんだよね、今。で、要は、どんどん追い出されちゃうっていう状況にもなってて、それがいわゆるジェントリフィケーションっていう問題なんだけど、まあ、それを描いた映画が、イン・ザ・ハイツっていう、最近ミュージカルの映画があったりしたんだけど、いわゆるそのメキシコ系とか、いわゆるブラウンとかブラック、いわゆるその黒人の人たちとかがもともと住んでたところに、いわゆるその Google とか、そういうなんかその、なんだろうな、いわゆるそのベンチャー系、いわゆる IT 系で働いてる人たちが、いわゆる便利だからってことでね、郊外じゃなくて、いわゆるその、都内にこう入ってきて、いわゆるダウンタウンに住み出すんだけど。あ、そのシリコンバレーとかにいた人たちが。そう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 。で、便利だからって住み出すんだけど、でもそうなってきちゃうと、逆に言うと、もともといた人たちは今度家賃が払えなくなって出てかなきゃいけないっていう。そっか、その先記事になっちゃうからって。そう。それが今、ジェントリフィケーションっていう問題になってるんだけど、結局、アメリカってやっぱりその、郊外型になってて、
うん、ダウンタウンと呼ばれる市内地にあんまり人は住んでなくて、もともとみんなこう離れたところに一軒家を持っててっていうのがアメリカの基本の街のスタイルなわけ、うん、まあなんかね、逆に言うとニューヨークとかはいわゆるそのダウンタウンに住んでる人たちはどっちかというとお金なくて、うん、その車を持ってないからそういう中で生活したいからっていうので中にいる人は結構いるわけ。だどっちかっていうとあんまりこう綺麗じゃないアパートとかいわゆるその、いわゆるそのなんだろう公団アパートみたいな公営団地みたいな、うん、そういうのがいわゆるそのダウンタウンにあるんだけど、そこを結局今どんどん土地を買われちゃってる金持ちに。あ、なるほど。でそうなるとどんどん出ていかなきゃいけないから。あ、なるほどね。ニューヨークは今本当そうなっちゃってて、それこそハーレムまで行かないけど、そのインザハイツで出てくるヘルズキッチンあたりはもう今完全にジェンタリフィケーションで、いわゆるお金持ちが住むようになっちゃったせいで、もともといた下町の人たちはみんな出ていかなきゃいけないみたいになってるから、うん、まあだから最近あれじゃん、葛飾区とかでさ、タワーマンション建てるの流行ってるでしょ、最近開発で。まあ、ありますね、はい。あれとかも多分近い状態だよね、多分ね。ああ、下町の方に、下町の方にどんどんこうタワーマン建てちゃって、うん、その新しい人たちを入れようっていう動きなんだけど。なんか最近ちょっと見たニュースで、まあ、フィラデルフィアってニューヨークとか近いんでしょ。ああ、そうだね、隣だね、隣というか、まあ近くの地域。その影響か分かんないけど、やっぱ今、フィラデルフィアや、なんか薬物系がめちゃめちゃ今。ああそうそう、だからフィラデルフィアはね、もともと結構荒廃してて、うん、まあだから、まさしく俺が大好きなロッキーとかが撮られた時期、1979年とか80年代って、本当にある意味、一回終わっちゃってたのよ。もう終わった街って言われて、もうすごい荒廃して、本当にドラッグまみれで、汚いところで、ってなってたんだけど、まあ、いわゆるロッキーの流れとして、80年代が来て、いわゆる高度経済成長みたいなのが日本で来てたりするわけじゃん、その流れのバブルとか。で、日本、アメリカでもバブルが来て、でまあ、フィラデルフィア一回復活するんだけど、結局また今、もう一回廃墟化してきてるっていうかな。ああ、そうなんですね。っていうのはあって、だからその、なんつうのかな、その、もともと結構そういう街ではあるんだよ。それこそ調べると分かるんだけど、ロッキーの中で出てくるそのロケ地みたいなところは結構危険なところだったりとかして、あ、いわゆる本当のスラム街だったりとかするから。そのか僕の見たニュースだと、もう変な話、街歩いてて、なんかこうなんていうか うなだれてるというか、もう立ちながらもう下向いてる人とか、下向いたままずっといる人とか、もう普通に。いやでもね、そういうあるんだよ、アメリカは本当に今ホームレス増えちゃっててさ、うん、そういう人は本当に増えてるみたいだよね。だからその言うたらあれなんだよ、そのアメリカは分かりやすくやっぱそういう人たちみんなロサンゼルスに行くんだよね。おー、へー。いわゆるあったかいからさ。あー、なるほどなるほど。やっぱり寒いところのホームレスの人たち大変だからさ、生活で。いや、まあそうですもんね、確かに。そのニューヨークとかフィラデルフィアとか冬バンバン雪降ったりするから、うん、水そういうところにそういう人が増えてっていうのは相当しんどい状況なんだなと思う、ね、やっぱアメリカはそのさ、やっぱその今バイデンがその中間層を増やそうとしてるけど、やっぱりその、うん、トランプ時代からも含めてやっぱ格差社会はめちゃくちゃ広がっちゃってるから、結局、うんうん、そうですね。だからいわゆるそのさっき言ったみたいにフルタイムで働いてるのに家に住めないとか、そういう人も全然いるから、うん、すごいね。だからなんだっけ、普通に年収それこそ1000万近くあるのに普通に賃貸にしか住めなくてみたいなさ、うん、それこそそれより安いと本当に路上生活しながら会社に通わなきゃいけないみたいなさ、そういうことですよね。ある意味異常なことになってるから。あとなんか車の中で住んでる人もいるんでしたっけ。あ、まあそう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 、だから本当にだいわゆるノマドランド的世界もまたもう一個であるわけだから。そう、キャンピングカーで暮らして、ノマドで家を持たずに暮らして、いわゆる1年のほとんどの年収、アマゾンの倉庫の、いわゆるそのクリスマスセールとかの、いわゆる商品管理とかの倉庫で1ヶ月丸ごと働いて、1年分の年収を得て、で、1年間ずっとうろうろして生活するみたいなのがあるから。あ、まあ、好きでやってればね、いいんですけどね、なかなか生活のためにやってそうだから、逆に言うと好きでやってるからって言って描かれるんだけど、いやでもそれって社会的問題だよねみたいな話でもあるってことだから。だから分かりやすく言うんだけど、ノマドランドの人たちの中に黒人はいないんだよ。おお。じゃあなんでかっていうと、路上で黒人が車に乗って止まってたら警察に捕まるんだよ。ああ、その問題ね。なるほど。だからってことは、当然そういう生活をできるのは基本的にやっぱ白人が多いわけだよね。ああ。っていうことなので、だから意外にそのノマドがいいみたいなのも実は危険だということなんですね。だからこのエミネムが多分こうやってるこの店もそうなんだけど、はい、エミネムの住んでるこのデトロイト自体がもうかなりそういう街だから、もともとね、それこそ工業地帯で GM があってって街が一回完全にね2000年ぐらい潰れて、
本当にリーマンショックとかで本当に廃墟になっちゃってって話だから、それこそなんだ、あのドントブリーズっていうホラー映画でさ、郊外の街に、いわゆるその泥棒に入る話なんだけど、なんで郊外の街の泥棒に入るかっていうと、警察署がもうなくなっちゃってて、近所に。あ、そういう、あ、そういうことなんだね。そう、もう、インフラが潰れちゃってるから、はあ、警察署がもうダウンタウンにしかないから、郊外で強盗とかがあると、どんなに頑張っても1時間ぐらい来ないっていう。なるほど、なるほど。だから、今襲われてます、助けてくださいって言っても、今から1時間かかりますみたいな。じゃあ、もう、じゃあ、パパッと強盗しちゃえば、もう捕まらないぐらい。絶対捕まらないっていう。っていうのがあったりとかするから、そういうのもやったって、やっぱりアメリカの格差っていうのは日本よりより強烈だから。まあ、それはやっぱ聞きますね。やっぱアメリカ、日本の格差なんかやっぱ大したことないっていうか、その。そう、だから大したことないっていうか、日本の場合、そのまだ気づかないレベルなんだけど、アメリカの場合はもう完全に生活圏が変わっちゃうぐらい、もう顕著に出てるからね。うん、だからそのエミネムがこうやって、そのなんだろうな、いろいろエミネム自体はこう慈善活動とか、いわゆるその地域振興みたいにいろいろやってて、うん、なんだろう、カーハートとコラボしたりとかしてんだけど、それをこうネットで売らないで、全部デトロイトのショップの中でしか売らないとかやったりとか、多分このマームスパゲティの方も多分そういう感じにしてるんじゃないか、多分その地元の人を雇うみたいな。そっか、そうそうそう、そういうのしてたり、だからデトロイトに関しては多分ジャック・ホワイト、前に話したジャック・ホワイトと多分エミネムが相当頑張ってる感じなんだよね。ポップアップストアってことも、だからその多分コロナかなんかの影響で空きストアになったとこ多分利用してるとかあるんですかね、そういうの。まあだから空き店舗に出てくるから、大体そういうのね、うんうん、そういうのもあるんだろうし、だから今の時期やってるっていうのは多分そういうことかもしれない。おー、なるほど、はい、ですね、地元還元みたいな感じで。まあだからやっぱそこはヒップホップですよね、やっぱ、うん、音楽じゃなくて俺らは文化なんだっていうのはやっぱそこだよな、もともと出てきたところに貢献しねえとっていう。なるほど、だ地元に学校を建てるとかそういうのと同じ感じですね。あ、はいはい、ですね。まあ、メール関連じゃないんですけど、まあ、はい、じゃあ次、マシコニュース。2020年のスーパーボールのハーフタイムショーを行うアーティストが明らかにと。はいはいはい。で、このメンバーがですね、ドクター・ドレイ、はい、エミネム、うん、スヌープ・ドッグ、はい、ジブライジ、ああ、メリージェ・ブラジね、はいはい、ケンドリック・ラマー、はい、の5人で、来年2022年の2月13日にカリフォルニア州、イングルウッドで、イングルウッドか、はいはい、イングルウッドのソーハイスタジアムで行われるスーパーボールのハーフタイムショーを行うと。でちなみにこの5人が、ステージで共演するのは初の機会となっていますと。いやー、オールスターだね。これだけ見にアメリカに行く価値はあるぐらいのメンツですね。うん、すごいですね。まあだからドクター・ドレを引っ張り出してきたってところがもうすごいしね。うん、いわゆるもうアーティスト活動はほぼやめてしまいましたから、彼は。うん、あ、そう、結局ね、うん、あの、なんだ、LWA でデビューし、もう90年代後半から2000年は、まあ、ある意味、ドレイ最強時代みたいなのがあってね。うん、まあ、言うたらあれですよ、これ、スヌープドッグもそうだし、エミネムを見つけてきたのはドレイですから。うん、ああ、そうなるほど。だから本当に、そのドレイが一時代を築いたメンツでもあるんだよね、この。含めてね、うん、でまあそこにケンドリック・ラマーっていう若手が入ってるっていうか、まあケンドリック・ラマー自体は全然もう若手ではないんだけど、うん、まあ、この中で言うとある意味若手になっちゃうみたいな。ドクター・ドレイと学校一緒とかですよね。ああ、だからそのいわゆるコンプトン出身ですから、ストレート・アウター・コンプトン、かっこ本当、うん、まあ、アイスキューブやるとかっこ嘘っていうふうになるんだけど、うん、あ一番っぽいけど一番っぽいけど、実はてか歌詞書いてんのはお前なのに嘘。うん、なかなかね、面白い。そうそう、そう、だからこのメンツはもうでもあれなんだよね、だからまあ言うたらここまで揃わないと多分どれも出てこないだろうなっていう。うーん、これにしかもメリージェ・ブラジが入ってるわけだから。そうですね、もうオールスターですよね。うん、曲を何をやるのかなっていう。確かに5人オリジナル曲なんですか、どうなんですかね。いやー、どうなんだろうね、やっぱリレー曲はないから、多分普通にそのお互いの曲を100円でやる感じなんだろうけどね。何をやるのかとかすごい気になるよね。だからエミネムとケンドリック・ラマーのコンビは何回かあるんだけど、うん、そうそうそう、スヌープとドレーまで入ってるっていうのはないしね。そうですね。まあでもなんだろうな、最近の曲、最近でもねえのかも、I Need Doctor っていうね、ドレーの曲は完全にエミネムとドレイでやってて、で女性の歌手が入ってる曲なんだけど、あれとかね、完全にあのエミネムのそのドレイの感謝の歌でね、
うん、ある意味なんだろうな、グリーンも真っ青なぐらいいい歌詞なんだけど。ああ、そうなんですね。あ、そうなんだ、すごいです。そのなんだろう、俺がデビューしようとしたとき誰も手挙げなかったのに、俺お前だけ俺の相手をしてくれたよ、どれみたいな、そういう歌詞出てきてるね。あの、なんだろう、エミネムが悪いことばっかり歌ってると思ったら実はそうでもないっていう。なんかこう師匠に対する、なんか愛じゃない、師匠に対するリスペクトがあって、そこからまた、まあ、一応 PV がそのなんか奴隷が事故にあって、はいはい、なんか歌詞状態になっちゃうんだけど、それをこう復活させるみたいな。ああ、みんなじゃあストーリーで。ね、実際まあ奴隷は事故ったりと大きな事故を起こしたりしてるんだけど実際に。ああ、そう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 。そういうのもあったりとかして。まあだからあれだよね、やっぱスーパーボールって年1回だしさ、あの、うん、毎年会場が違うんだよね。そのスーパーボールってそのホームアンダーウェイとかじゃなくて、うん、毎年こうランダムでいろんなこうスタジアムをこう遠征していく形になってて、うん、だからその今年は ロスだけど来年はどこみたいな決まっていくんだけど、別に出てくるチーム関係ないから、うん、あ、そうなんですね。だから去年初めてタンパベイバッカニアーズが勝ったんだけど、初めてあれだったんだよ、うん、ホーム開催だったんだよね。いわゆるタンパでスーパーボールがある年にタンパのチームが勝って、うん、なおかつタンパのチームが優勝するっていうのがある意味史上初だったんだかな、多分2回目だもん。そう、それぐらい歴史的なことで、そう、まあ、ワールドカップとかオリンピックみたいなのがこう、まあ、国の中で行われてるみたいな、そんな感じだね。だからそれぐらいレアなことだったんだけど、まあだからロスでやるってなるとやっぱ気合入ってる。そうですね、まあ、ハーフタイムショーはね毎回こう4曲ぐらいしかやらないわけよ実際。あ、はいはい、実質30分ぐらいだから、その時間的に。 うん、その中でね、もう多分一番金かかってるセット組むんじゃないかな。ああ、まあこんだけのメンバーだったらそうかもしれない。そう、だから要は毎年やるんだけど、去年はだからあれかウィークエンドだったのかななんだけど、うん、とにかく金かかってて、もう花火も出るしステージセットは作るしっていう、ね、はいはい、で初めてあのフィールドにステージを立てれないっていうのが去年だったのかな確か。そうだからフィールドは使わないでそのスタジアムの構造を使ってやってたけど確か、うん、なんかそのいつもあれなんだよ、フィールドにお客さんを入れてやるのよハーフタイムショー、わざわざ。あ、そうなんですか。フィールドにセット立ててそこにさらにお客さんをその時間だけ入れてやってわーって散ってくんだけど、うん、去年はそのフィールドは使えるんだけどお客さんは入れれないっていう、まあ、コロナだったから そういうのでやって、逆に言うとお客さん入れないからできる演出みたいなのを去年ウィークエンドでもやってたけど、だからまだ今年なのか、ギリギリ今年かだから、年は勝ってるから今年かな、うん、やってたんだけど、まあだから毎年すごくてね、毎回その、なんだろう、今一番熱いアーティストが、今一番すごいことをやるぜみたいなのがあって、うん、まあでもね、同時期にグラミーと重なってて、スーパーボールにハーフタイムショー出るやつはグラミー取れない説、実はあるんだけど。ああ、なるほど。あのグラミーのパフォーマンスで出れないっていうのがあって、同時期に。あ、っていうのもあったりするんだけど、まあウィークエンドはね、あのグラミーと揉めたりしてるのが有名なんだ。もう俺は二度とグラミーには出ねえって言ってるから、ノミネートもしなくていいっていう。まあちなみになんだろうな、お気に入りのハーフタイムショーで言うと俺は2007年のプリンスかな、うん、おのやつはめちゃくちゃすごかったね。もうプリンス様様で雨降ってたんだけど、 あの有名なあのフーファイターズのベストオブユーをカバーしてたりとかするんだけど、うん、しか同時にボブ・ディランの曲とかもやってたんじゃないかな。そういう感じでこういろんな曲やりながら最後パープルレインで締めるっていう。そういうことアーサーに多分見せてもらいましたね、映像なんか。ああ、そう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 。だからね、マジで伝説的なライブなんだけど、ね、まあいろいろあってね、あの、なんだっけ、それこそジャネット・ジャクソンとジャスティン・ティンバーレーク出てあの乳首出しちゃったりするのもスーパーボールでして。あとなんだろうな。エーサプロ、最近だとエーサプロッキーかなんか、スニーカーかなんか出して。はいはいはい、その日に初めて公開したやつとかでめちゃめちゃ売れたとか。ああ、だからあれなんだよ、スーパーボール内の CM があるんだけど、いわゆるテレビ放送中の、はいはい、あれがアメリカの1年間で一番高い CM の枠なんだよ。あ、やっぱそうなんですね。ね、30秒で2億とか。やっぱもっとか、何十億とかかのかな、確か。でもみんな見るんですね、やっぱり。てか、一番視聴率の高いところだから、うん、1年間の。だからそこが一番高い枠で、うん、映画とか、うん、多分だからそれこそ新商品、車の CM とか、うん、まあ、ビールの、うん、とかの一番金のかかった CM をここで流すっていうのが流れとしてあって、うん、だからエンターテインメント界全体としてもかなりのお祭りなんで、スーパーボールってものは。うん、いいですね。
そうそうそう。あと、まあ、ちなみにこう豆知識というか、完全にモーメントファクトリーって会社があって、まあ、照明機材とかの会社なんだけど、映像制作とか、うん、最近だとあの VR の没入型機械の映像とか作ってる会社で、なんだっけな、一回日本にも来てたんだよな。もともとカナダの会社なんだけどさ、うん、でもともとそのなんだろうな、ナインチテールズとかのステージセット組んだりとかしてて、うん、なんだろう、リアルタイムでその本人との動きに合わせて照明を連動させたりとか、うん、自動でスクリーンが自分の前にあって、うん、自分のこう手をこう近づけると、まあ、例えばそれこそこのカメラのピントみたいなもんです、うん、その本人が近づくとスクリーンのピントが合うみたいな演出をやったりとかしてるところがあって、結構これアーティストのアドリブでできちゃったりする、そういう自動制御で作るみたいなのをやったりとか、でなおかつ裏の映像も完全に連動してたとか、ね、いわゆる音に反応するって変わるとか、うん、なんだっけ、だから日本であるさ、お台場にあるじゃん、メディアラボだっけ、はい、あるじゃん、その VR とかの、いわゆるその花とかがさ、うん、壁とかに一面になって滝になってるとかあるじゃん、うん、あチームラボか、チームラボか、チームラボ、行きました、そうそうそう、ああいう感じの会社なんだけど、あははは、そう、そこはね、最近だと毎年そのスーパーボールのステージセットを組んでて、確か。確かね、ナインチネイルズをさ一番先にやって、その後にマドンナのツアーかなんかをやって、そこからスーパーボールとか、そういういわゆるイベントごとのステージセットになってくんだけど、うん、やっぱめちゃくちゃ先進的でめちゃくちゃかっこいいんだよ、ね、やることがどれも。すごいですね。確かね、日本にもなんか、なんだっけな、ソニーのなんかのイベントで来てたりしてたんだよ。その連動するのって結構かっ、やっぱかっこいいっていうか、やっぱね。いや、ぜひね、YouTube チャンネルにで、モーメントファクトリーの確かチャンネルがあるんで、ぜ、う、ひ、ん、見ていただくと、その、なんだろう、そのシステムの解説とかがあるから、うん、全部英語なんだけどね、そこも含めてめちゃくちゃ面白い。いわゆるその、薄型の LED とか、うん、いわゆるその、なんだろう、照明とかがより手軽になったおかげでここにも照明が置けるみたいないろいろあるんですね、うん、そういうのもめちゃくちゃ面白いからおすすめです、まあ、演出の幅がねだいぶ、いやそうそう、だからあれなんだね、まさに向いててさ、いわゆるそのスーパーボールハーフタイムショーさ、バラさなきゃいけないから、あそこ一回、そうか、一回組んでその間にまたバラさなきゃいけないから、その手軽さとかは多分まさにそのモーメントファクトリーがやってること、はいはいはい、リアルタイムでその使ってっていうのは多分向いてるんだろう。だからあれ、床が LED になったりするステージ最近流行ってる。はいはい、ありますね。もう今日本でもやるようになったけど、ああいうのも完全にそういうところの作ってるものだ、うん、そういうのを見るとそこも楽しめるんじゃないかなと思うから、うん、毎年思うんだけど、そのなんかスーパーボール試合は見てないけどハーフタイムショーは見るって人もいるし、ね、ああまあそうですね、確かに、まあ、そういうのもあるから、うん、そういうのもおすすめだしね、やっぱその1年間でアメリカのエンターテインメントで一番金かかってるところなんで、そうか、そう、そういうのを見ると今こういうのが流行ってんだなとか思ったりする、まあ、アメフト自体もやっぱすごいって言いますよね、なんかこう、うん、アメフトの選手が他の競技行ってたら結構他で世界で活躍できる人が、要は補欠とか2軍とかっていう、2軍じゃない補欠か、あだからあれなんだよね、そのアメリカってさ、うん、そのスポーツヒエラルキーがやっぱでかくて、うん、一番運動できて頭がいいやつアメフトをやるのっていうこと、そうですね、そうそうそう、だからそのアメフトやってる人って大体2個ぐらいやってて、うん、他にバスケやったりとか野球やったりとかする、はいはいはい、だからそれこそアメリカの今 NBA のトップチームにいるトップのさ、レブロン・ジェームスとかもアメフトも一緒にやってたんだけど、プロになるってやったらバスケかなと。あで、なんでかっていうと、その NFL がめちゃくちゃレベル高いのもあるんだけど、うん、あの、なんだろうな、怪我したらすぐ終わっちゃうから。ああ、そうなんですね。あんな怪我しやすいスポーツっぽいのに。やっぱ現役のさ、平均年齢が25とかだからさ。ああ、早いですね。サッカーより早いんだよね、確かに。そうか、サッカーは30くらいですね、確かね。いわゆる長くできる競技じゃないんだよね、やっぱね。あ、そうか。だからやっぱりその選ばれし者、本当にその勉強もできて運動もできてって人がなるものだから、うん、まあでも逆に言うと、なんだっけな、鬱になる人がすげえ多いっていう話も実はあってこれもう話があまり脱線するから続けない、そう、あまりにね、そのトップチームにいすぎて、やっぱ前も話したけど、スポーツ選手って2回引退がある感じだから、人生で、人生の老後の前に引退が来るじゃん、まあそうですね、はいはい、いわゆるしかもまだ人としてはさ35とかで辞めなきゃいけないじゃん、30とか、
で、若かったら20代で辞めなきゃいけないからね。そうですね。ある意味挫折感がすごいんだよね、成功してるのに、その時は。ああ、そっか。それで結構やっぱ鬱になっちゃう人が多くてっていう話はね、うん、結構ドキュメンタリーになってするんだけど。まあ、そうか、まあ本当にやりたいことはやっぱりアメフトだったりしたら、そうそうそう、まあ、他に別にないなんかそのね仕事がないわけじゃないけど、やっぱりなかなか身が入らなかったりとか、しかもそれだけ声援を受ける競技ってないから、そうはそうか、それ毎回要はだってアメフトってさ、カレッジとかハイスクールの頃から何万人って客入れてやるから、うん、強いチームにいるとさ、もう常に何万人の歓声を浴びながらやってるわけ、うん、でその感覚が欲しいってなってもなかなか自力じゃ戻れないじゃん。じゃあラップするかとかにもならないっす。まあそうですね。それで成功しちゃってまたそのなんだスタジアムクラスになるにはまた別の問題だし。そうですね。もう本当学生時代いわゆるその学生時代のスポーツ大会とかからもう。そう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 。超スタートですよね。まあだから甲子園の倍ぐらいの規模から言えたら。そうそうそう、ね。って考えるとね、やっぱその燃え尽き症候群的なものはね、やっぱアメリカ人にもあるんだなっていう。結構まあ日本でもあれじゃん、要は甲子園出た人が結構燃え尽きちゃうみたいなの言うけど、あーなんかまあ聞いたりしますね、確かに、まあ、やっぱスポーツ選手のそのセカンドキャリアみたいなのはめちゃくちゃ多分問題というかね、なかなか悩ましい問題だと思うよ。それこそなんだろう、アイドルとかもさセカンドキャリア問題によくなるけど、やっぱスポーツ選手ってやっぱりそれだけで来ちゃう人が日本は特に多いからね。まあ本当まあ打ち込んでそうですもんね、確かに。そうそうそう、それしかやってこないっていう。だからアメリカはそうならないようにその勉強できないやつは入れないみたいなのあるんだけど、うん、でやっぱアメフトは両方できると、まあ、戦術が単純に難しいからバカだとできないってのあるんだけど、まあ、結構格闘技行ったりする人がいますよね。まあね、体格とかはね完全に恵まれてるから、うん、まあでもそこもね、やっぱじゃあそこで自分の才能がまた発揮できるかってまた違うから、まあ確かに確かに、またね別競技ですからね。そう、あのなんだあれなんだよね、NFL でグロンカウスキーって選手がいてさ、うんうん、メーター近くあって120キロぐらいだけど、めちゃくちゃ足速くて、うん、お化け物みてえな体してんだけど、あのみんなよく言われてたのが、その人がそのまま UFC に行って、何も練習しないで出たらどれぐらい勝てんだろうみたいな。あー、なるほど、なるほど。っていうのはよく噂されてて、で、実際その後あの引退した年とかって、WW 行ったりしたんだけど、うん、そう、やっぱあの、なんだろう、ボブサップくらいであれぐらいなきゃ。ボブサップは NFL にいたけど、結局あの人は2、3年で辞めてるから。要は NFL の中で行ったら下の方だけど。なるほど、なるほど。でも格闘技行ったらあんなに活躍できるわけじゃん。そういうことですね。だから、まあ、やっぱ NFL すげえなってなるんだけど。あとだから、なんだ、UFC のチャンピオンだったブロック・レズナーっていう WWE のトップレスラーがいるんだけど、うん、その人も一回 NFL 挑戦したいって言ったんだけど、結局、チームには入れたけど、キャンプで切られるっていう、試合には結局出れなかったっていうのもあるから、やっぱどれだけ NFL の壁が高いかって話なんだ。そうか。だからなんか陸上も来ますね、ランニングバックの人とか、陸上選手より速いんじゃないか。ああ、だからなんだっけ、最近あれだよね、NFL のランニングバックの人が一緒に 100m 走らされてる。なんかそうそう、それかな、なんか。でもやっぱ、その、ランニングバックとしては走れるけど、その 100m 走る練習してないから。直線でボンと。そう、だからそこでも確か負けてたけど、でもそれでも確か 100m 12秒とかで走ってたから。十分すげえじゃんと思ったけど。すごいですね。確かに確かに。そうそうそう。まあだから NFL、なんだろう、NFL 幻想みたいなのやっぱ広がるんだよね、みんな。NFL の選手がいろんな競技行ったら超強いんじゃないかみたいな。いや、なんかそうそうそう。よくな、サッカーとかそうだよ。あサッカーとか要はアメリカで言うと正直マイナースポーツだから今でこそ言うんだけど、男子は特にアメリカはそこまでいわゆるメジャーリーグサッカーあるけどそこまで人気あるじゃないから、まあ、フットボールといえばやっぱアメリカのフットボールになっちゃう、そうそうそうってなっちゃうから、そういうのも含めてそのアメリカの選手がいろんなところに出てきた時の面白さみたいなのあるんだ、だからさっき言ったみたいにそのスーパーボールでハーフタイムショーできるよってなるとやっぱエンターテインメントの人たちからするとそこがトップオブザトップだから、うん、まあだからドクター・ドレイがね、あのビーツを売っ払ってさ、アップルに、ああそう、あの俺が黒人初のビリオネアだぜって動画を出して炎上するみたいなやつやってたけど、うん、本当そういうことするよなドレイと思いながら下品なことするなと思いながらでもそういう人がこうやってなんだろう演者側に戻ってくるっていうのはやっぱスーパーボールそれで価値があるんだなっていうね。確かに確かに。
ってことですよね。はい。そんなわけで今週もやってきたんですけど、ああそうですね、告知し忘れないように、新しい服が出てます。はい。新しい T シャツとかパーカーが出てます。それの CM が一応放送が終わった後に流れるんで、よかったらチェックしてください。お願いします。はい。って言ってる間に、こうやってちゃんとパーカーがね、形が揃えられないものもありそうになるっていう。うん、どうなってるんですか？でもいろんなデザインが。一応こういう風になってますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じで今週もありがとうございました。さようなら。来週。はい。